7番の寺内です。まあ、7月の16日も3対0から一挙8点取られて、ね、ありましたね。逆転負けというゲームがありましたが、まあ、この一気化成スイッチが入った時のジャイアンツ打線の怖さ、怖さっていいますか、やっぱり選手の層の厚さも感じますね、はい、これ今日外国人プレーヤー出てませんからね、出てないんですもんね、はい、これもレフトへポール際ですが入った、ポールに当たりました。第2号、寺内の第2号ホームラン、これも変えてあげた方がいいんじゃないですかね、ジャイアンツの大きな壁、榎田、そして松田を2番手としてマウンドに上げたタイガースベンチですが、ベンチから引き上げればいいんですよね、はい、誰か、はい、監督でも言ってあげるべきじゃないですかね。ベンチから動きはなく、今セカンドの上本が松田に声をかけに行きました。こういう形でこう若いピッチャーを晒し者じゃないですけども、はい、これかわいそうですよね、大きく息を吐きました松田。